Thank you.
てさてお前ら、話し合いもいいがよ、こんなとこでうだうだしてる暇ねえんじゃねえの。うん、確かにそうだね。僕らは早く電波塔に行きたいし、カイトは早くミュウを見つけねえと。だからさっさと話しやがれ。落ち着けってば、いちいち暴れんな。まったく手のつけられん乱暴者だな。まったくだよ。でどうすんの。カイトを信じるか、この人を信じるかだっけ。この人が正しい。ママは正しいんだ。私、正直に言えばこの人をあまり信じられないけど、電波塔への道を知ってるなら教えてもらいたいわよね。そうだね。信じる信じないは別として、僕らには今目的があるわけだし。道案内があるならいいじゃない、迷ったら大変だもの。でもアグモンたちは迷わず行けたんだよね。僕行き方は知らないよ。え、そうなのか。すまん、これも言いそびれていた。俺たちは電波塔を遠くから見つけただけなんだ。じゃあ危うく道に迷うところだったのか。だったらなおさらいいじゃん、道案内してもらおうよ。そうよね、迷いたくはないものね。ちょっと待てよ、こいつの話を信じるのか。こいつはミュウをさらった怪物だぞ。ですから、それは誤解です。ああ、また話が戻っちゃった。タクマ、いい加減決めようぜ。そうだな。こいつも分かってね。もういい、俺は一人ででもミュウを探すぜ。あばよお前ら。あ、こら、勝手に行くな。あ、お姉ちゃん。僕とお姉ちゃんもあっちに行くね。え、待て、君たちだけじゃ危ない。大丈夫、あの人カイトさんと一緒にいるから。じゃあね。
大丈夫かな。あの子たちあっちに行ったということは同じ場所に着きますね。遠回りなだけですから。だから、ええ、心配しなくていいわよ。それなら安心ね。向こうで合流しましょう。そうね、私たちは楽できるんだからやっぱりこっちで正解だわ。ふむ、そのロープウェイというものも気になるしな。うわーい、楽しみ。早く行こマジでロープウェイだ。ほほう、これが。すごい、上までずっと続いてる。ここも校舎に負けず劣らず朽ちかけてるのね。これ、ロープウェイは動いてるのか？決まった時間ごとに自動で動いているんです。もう少ししたら来ると思いますよ。自動運転？本当に大丈夫なのか？途中で落ちたりしないだろうね。そんなの無理。安心してください。乗り物もロープもかなり頑丈です。今までこれを壊した者はいませんでした。よかった。ここ他に人はいないんでしょうか？整備をする人や管理人くらいいてもいいと思いますが。いいえ、誰もいませんでしたよ。それが何か？いえ、少し気になっただけです。ちょっとちょっと、葵さん、まだ疑ってんの？この人の話は本当だって分かったじゃん。信じようよ。そうかしら。ほら、寮を見てみなって。あんなに懐いちゃってさ。ママ、あら、なあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺らに協力してくれてるんだぜ。いい人じゃん。それは、まあそうね。
の人、優しい人だよな。なあ、あんだけカイトに疑われてたのに、全然俺らはカイトの仲間って知っても協力してくれるし、大人の包容力っつうか、優しさだよな。あの人は、ママだから。優しいに決まってる。くぅ。リョウ、クネモンが心配している。もう少し気を楽にしていいんじゃないか？うるせえ。俺のことは、ほっとけよ。まあ、いずれカイトとも仲直りできたらいいよな。カイトはミウのことになると暴走するからな。仲直りは望み薄かもな。皆さん、来ましたよ。初めてだな。楽しみ。さあ乗ってください。目的地へ行きましょう。何があるかわからない。警戒するに越したことはないぞ。もう硬いな。ずっと気を張ってたら疲れちゃうじゃない。高いの怖い。皆さん大丈夫ですよ。もうすぐ着きますからね。電波塔につけばスマホ使えるわよね。そしたら助けが呼べる。ようやくこのサバイバルも終わりか。ええ、終わりますよ。全部ね。え？あの、電波塔の設備は生きているんでしょうか？あなたが離れていたということは、もしかして。どうかしら。え、それってどういう。やはりこの手でどうにかしなくちゃね。今なんと。ああ、あなたたちには感謝しないといけないわ。どうもありがとう。いや、なんかわかんないけど感謝なんていいっすよ。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんてね。それも一度にこんなにたくさん。本当にありがとう。どうしちゃったの。わからないよ。大丈夫。後になるけど、あの子も捕まえてきてあげるから。心配しないでね。ママ？まあでも、あなたたちはここで終わりなんだけどね。
痛った。みんな大丈夫？何があったんだ？うわあ、びっくりして目が回っちゃったよ。頭ぶつけちゃったわ。大きな怪我をしてる者はいない。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？あれ？ねえ、あの人がいない。え、マジで？りょう、後ろ。は？私の化粧がうまかったのかしらね。知らない人を信用しちゃいけないよ。笑ってる。こわ。私はアルケニモ。別に覚えてくれなくてもいいわよ。だってお前たちはここで死ぬんだから。さあ、この箱ごと生贄にしてやろうかね。どうしよう、修二さんどうする？だから僕は探索なんて嫌だったんだ。ママが違う。あれはママじゃない。そっか。そうだよな。やっぱりママはいないんだ。見つけなきゃなんねえのに、なんで俺がガキの面倒なんて。へへ、いいじゃねえか。寂しい一人旅とはおさらばだぜ。寂しいなんて一度も思ったことねえよ。あ、どうしたのお姉ちゃん。あ、おい、どうした。ついてこねえなら置いてくぞ。ちゃん、何を見てんだ。あれはゴンドラ？途中で止まってるな。みんながあそこで捕まっちゃったみたい。おいおい、それってつまりあの女の仕業か？ちぇ、やっぱり化け物だったか。だからあれほど言ってやったのに。みんなどうなっちゃうんだろう。
くそ、助けに行くからお前らは隠れて待ってるんだ。行くぞドラクモ。あいよ。お前たちのせいでこの世界がおかしくなったのよ。お前たち人間の子供を生贄にすれば世界の崩壊は止まる。私たちは救われる。あの帽子をかぶった女の子供を取り逃がした時は焦ったけど、その代わりにお前らを生贄に捧げてやるわ。ついに正体現しやがったな、化け物が。ずいぶん勝手してくれたじゃねえか。覚悟しろや、雲女。やるぞ、ドラクモン。待ってたぜ。あげる。俺の番だな。